最強の酸化力を持つヒドロキシラジカルに変わります。活性酸素にやられて寝返っちゃったパターンです。じゃあ人類はどうしたらいいんだよですよね。はい、日本の人にそう森田子、水田ピリスアレです。はい、今回この本でだ精神病は予防できるについて解説したいと思います。活性酸素 VS 人類。皆さんはどれだけ活性酸素のことを知っていますか？この動画を開いたということは、言葉は知っていて体に対して悪いイメージを持っているのではないでしょうか。前回の動画でも少し話しましたが、活性酸素はまさしくもろ刃の剣です。うまく扱えば最強の免疫機能として人類を守り、逆にうまく扱えないとその力に負けて自分自身を攻撃してしまいます。活性酸素っていうのは大きく4つに分類されます。この4つをまとめて対策してしまうと不十分になってしまうことをまず知ってほしいです。っていうのもこの4つ一つ一つ特性が違って、それぞれが人類を狙ってます。つまり対策も一つ一つ違うということです。この動画を最後まで見ることで、日常生活で活性酸素っていうワードが出ても臆することがなくなり、そして病気や老化を不意に早めることもなくなります。今回は一つ目に活性酸素の酸化とは何か、二つ目に4つの活性酸素を除去する正しい手順、三つ目に今日から使えるまとめと、私たち人類がやるべきことについて話していきたいと思います。ミクロの世界を制するのは人類だ。それではどうぞ。活性酸素の酸化とは何か、結論から言います。酸化とは対象の物質が電子を失う化学反応のことを言います。活性酸素の酸化は言い換えれば相手の電子を奪う泥棒行為です。電子を奪われたらその物質はもうおしまいです。例えば鉄が錆びるのも鉄の電子が酸素に奪われた結果です。体内でも同じようなことが繰り広げられ、正常に機能が果たせなくなり、その結果病気や老化を加速させます。皆さんこう思ったはず。いきなり電子ってなんやねん、ちょっと待って。わかります。しかし今から活性酸素の知るためのキーワードとして、ラジカル、生体膜、リン脂質と聞き慣れない言葉がいっぱい出てきます。そのことについて著者の三石先生は、言葉は情報の最も正確な担い手です、言葉抜きにしては何一つ正確に語れませんと本書で言われています。活性酸素についてなるべく皆さんに知ってほしいので、今回はなるべく噛み砕いて話していきたいと思います。再度見ることも有効です。それでは話していきます。ついてきてください。ではまずラジカルについて、先ほど活性酸素は他の電子を奪うことを話しました。電子とは原子よりもさらにちっちゃい粒子で、原子の中に核があり、そこの周りを漂っています。例えば水の分子は水素原子と酸素原子が結合して成り立っています。その結合するのにお互いの電子の力で離れないようになっていて、こういうのを共有結合と言います。男女の関係で考えましょう。電子で共有して結合しているということは、心でつながり合ってるイメージです。例えばこの愛し合ってる男女を離すには相当苦労しますよね。しかし引き裂かれる場合があります。その原因が紫外線や放射能、高い温度、そして化学エネルギーになります。この無理やり離された男女、原子を、これをラジカルと言います。そしてこの悲しきラジカルは誰でもいいからくっつきたいと思っています。このくっつきたい力は愛し合った力に比例すると言われています。面白いですよね。このラジカルちゃんたちは荒れ狂い、別の共有結合をしている分子の電子を強引に引き離し、代わりに結合をします。この無理やり電子を奪われる化学エネルギーを酸化と呼びます。これが活性酸素にやっている電子泥棒の行為です。その結果電子を奪われた分子は酸化し機能を失います。つまり活性酸素ってこうやって見てみると寂しい一人ぼっちのやつなのかもしれませんね。そして活性酸素が体内で一番最初に酸化させようと狙うところが生体膜になります。もっと言うと生体膜のリン脂質の不飽和脂肪酸を狙います。なんか3つぐらい謎な言葉が出てきたので詳しく話していきます。生体膜とは細胞を隔てる細胞膜や、また細胞内にいるミトコンドリアにも膜があります。以前紹介したリボゾームにも膜があり、これらの他と隔てる膜を総して生体膜と言います。この生体膜の主成分がリン脂質でできていて、
リン脂質はグリセロールっていう三連チェーンにリン脂質、不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸で構成されており、この不飽和脂肪酸は酸素に触れると酸化しやすく、活性酸素はこの不飽和脂肪酸を狙って攻めていきます。では一つのリン脂質にある不飽和脂肪酸を酸化されたとします。すると当然このリン脂質は機能を失ってしまいます。ここからが活性酸素の悪事の独壇場になります。酸化したリン脂質は1個で済むんじゃなくて、この周りのリン脂質まで酸化させ、この現象をラジカル連鎖と言います。イメージですけど、自分の細胞が活性酸素にやられて寝返っちゃったパターンです。このラジカル連鎖が続いていくと細胞膜が破れます。つまりこの細胞自体が機能しなくなってしまい、病気や老化を加速させます。そうなるとまずいので、細胞膜には破れる前に活性酸素を捕まえる抗酸化物質が細胞の中にいます。この抗酸化物質は1分子に対して活性酸素1分子を捕まえると言われていて、つまりこの量のバランスが活性酸素に傾いてしまった時、体は細胞にダメージを受け、病気や老化を引き起こすことになります。活性酸素による体内の危険性はつかめましたか？ここまで簡単にまとめると、活性酸素が細胞を攻撃し始める前に抗酸化物質を使い無害にしてあげることが超重要になります。しかし活性酸素は大きく分けると4種類あり、ここも面白いんですけど、それぞれが特性が違い、必要な抗酸化物質も違います。次はこの対策について話していきたいと思います。まず4つの活性酸素について紹介します。1つ目がスーパーオキシド。これどうやって発生するかというと、細胞のミトコンドリアがエネルギー ATP を生成するときに発生するので、常に体内では生成され続けています。つまり皆さんの今この瞬間、呼吸や心臓を動かしている時もスーパーオキシドは出続けています。先ほど話したラジカルでもあるので、酸化力はむちゃくちゃ強いです。今まで活性酸素は悪い話しかしていませんが、このスーパーオキシドは白血球やマクロファージといった体内に侵入したウイルスを殺すためにも使われ、まさしくモロ刃の剣になっています。しかしもう勘のいい人は分かったと思いますが、細胞の中のミトコンドリアで活性酸素が発生するということは、生体膜を常に傷つけてしまう可能性がありますよね。ここが人類の面白いところなんですけど、このミトコンドリアの中には先ほど話した抗酸化物質の SOD というものがあり、スーパーオキシドを倒してくれます。するとやったーというのもつかの間、別の活性酸素に変わります。それが2つ目の過酸化水素で、倒したら別の敵ってなんやねんって思いますよね。この過酸化水素はラジカルではないので、スーパーオキシドほど酸化力は強くないです。しかし厄介なのが、その分寿命も長く体内に居続けます。おとなしいやつなんですが、情緒不安定なやつでもあります。そしてこの過酸化水素をすぐに退治できるかが超重要になってきます。おとなしいうちに抗酸化物質のカタラーゼなどが働き、酸素と水に変えれたら人類の勝ちです。しかし体内の鉄なんかと反応してしまうと、情緒が乱れ最強の酸化力を持つ3つ目のヒドロキシラジカルに変わります。これはもう名前にラジカルというつくぐらいなので、酸化力むっちゃ強いです。もうこれ王者です。その分寿命は短いですが、細胞はもちろん DNA も壊します。もう DNA なんて壊されたら、三石先生の掲げるパーフェクト理論なんてもう機能しません。つまり人類の負けを意味します。しかしここも人類の面白いところなんですけど、 DNA って毎日数万個から10万個程度活性酸素に負けて壊されています。しかし最大50万個ぐらいまでは修正できる能力を持っています。つまりもうここが人類の最終ボーダーラインになります。修復できる能力があるからいいやではなく、 DNA 修復のところで耐えても自利品していくだけなので、最前線でしっかりと活性酸素に立ち向かう必要があります。そして最後に4つ目の一重抗酸素ですが、これも過酸化水素と同じくラジカルではないんですが、酸化力があることには変わりません。一番タチが悪いのは一重抗酸素かもしれません。というのも通称時限爆弾で、または地雷という名がふさわしいと思います。冒頭でリン脂質がラジカル連鎖すると生体膜が破れると言いましたが、そのラジカル連鎖の末残るのが不飽和の脂肪酸が酸化した過酸化脂質という物質だけ体内に残ります。そしてこの過酸化脂質が血中を漂い、血中の壁にぶつかると
一重鉱の酸素が出てきて血管の壁を傷つけ、デコボコになり動脈硬化などを引き起こしてしまいます。これが時限爆弾や地雷と言われるゆえんです。4つの活性酸素についてここまで話していきましたが、じゃあ人類はどうしたらいいんだよですよね。ベストは過酸化水素で止めることです。つまりスーパーオキシドが出てきたら抗酸化物質を使い、過酸化水素になったところで酵素を働かせ酸素と水にする、この流れを早くすることが大事です。過酸化水素を最強のヒドロキシラジカルにしないことや、スーパーオキシドも早く抗酸化物質で処理しないと細胞膜が損傷し一重抗酸素を作ってしまうことになります。もうこれ人類がやれることは抗酸化物質を増やすことしかないです。まず最前線のスーパーオキシドに立ち向かう抗酸化物質として SOD やビタミン C、 抗エンザイム Q10 に当たります。この SOD は銅や亜鉛、マンガンのミネラル類と酵素などでタンパク質が合成には必要です。必ず摂取するようにしてください。不足すれば活性酸素の思うツボです。そして次に過酸化水素にしたらすぐに酸素と水にしなければいけません。ここで使うのも酵素タンパクのカタラーゼや長い名前のグルタチオンペルオキシターゼも酵素タンパクなので、タンパクプラスセレンというミネラルも必要になります。そしてここでもビタミン C が有効になります。どんだけ対策をしてもヒドロキシラジカルになり DNA を攻撃されますが、 DNA の修復量にも限度があるので対策が必要です。このヒドロキシラジカルに対して体内の尿酸が抗酸化能力が高いと言われます。この尿酸値って高いと痛風などの原因と言われますが、実は味方だったりもします。そして体外から取り入れるものとしてビタミン E やビタミン B2、 そしてカボチャや人参、卵黄などに含まれるカロチロイドなど、コーヒーに含まれるポリフェノールなどがヒドロキシラジカルには有効です。最後に一重抗酸素の抗酸化物質としてビタミン C、 ビタミン E、 ビタミン B2、 尿酸が有効です。また薬や汚染物を口に入れると薬物代謝というものが働き、ヒドロキシラジカルと一重抗酸素がこの代謝で出ます。つまりあくまでも薬は毒という側面もあるということを認識して、なるべく栄養素を取り薬に頼らないことが有効です。そして感情をコントロールする神経伝達物質が大量に出た時、その量を抑えないと感情がコントロールできなくなってしまうので、そこでも最強のヒドロキシラジカルが発生してしまいます。つまり不安や怒りなど長期的なストレスは直で最強の活性酸素を作ってしまうということを覚えておきましょう。今日から使えるまとめ。1つ目、活性酸素はスーパーオキシドを早く抗酸化物質で過酸化水素に変えて水と酸素に変える、この流れを早く行うことが病気や老化を加速しない最も重要なことです。2つ目、タンパク質、ビタミン C、ビタミン E、ビタミン B2、 ミネラル類は毎日必ず摂る。3つ目、外部から抗酸化物質であるカロチロイドやポリフェノールなどを摂る。4つ目、薬や長期的なストレスは活性酸素を発生させてしまうので、なるべく少なくするように努める。以上4つを今日から取り入れていきましょう。私たち人類がやるべきこと。今この瞬間も皆さんの体内では活性酸素と抗酸化の攻防が電子顕微鏡でも見れないミクロの世界で起きています。活性酸素側か抗酸化側か、どちらの方へ加担するかで人生の健康寿命が決まると言っても過言ではありません。私たち人類がどちらに加担して何をやるべきかはもう言わなくても大丈夫ですよね。超大事なので最後にもう一回言います。三石理論の基本は3つ。1つ目、すべてのビタミンを浴びるほど摂る。2つ目、高タンパク質を維持する。3つ目、抗酸化物質を必ず摂る。これが老化や病気の原因である活性酸素から守る最低限のドレスコードになります。今この瞬間呼吸をした時から生涯の最後を迎える呼吸の瞬間まで活性酸素はあなたを狙い続けています。このことだけは忘れないでください。それでは日本の人さん、もらえた。